今ベースモデルさんの方が、こちらの方です。はい、チューブ TV。はい、こんにちは。札幌占い美容室早任せの後藤です。今回はグラデーションカラーの方をやっていきたいと思います。はい、今ベースモデルさんの方が、こちらの方ですね。下見えないかな、ちょっと今見えづらいですかね。モデルさんの方がベースの、ブリーチを手先4回ブリーチで、中間は2回ぐらいブリーチをしてくれてました。でこの上にグラデーションの、カラーをちょっと入れていきたいと思うんですけど、今回使うのはスローですね。で結構根元の方は、ブルー単体でいきたいと思うんで、スローの、ブルー、まずスローのブルーを使ってですね、単体ですね、これだけ。あんまりこれだけ使うことってまずないと思うんですけど、毛先これで塗っちゃうとブルーになっちゃうんで、ちょっと気をつけないとダメなんですが、途中まで耳の位置ぐらいまではこれでいきます。ブリッジされてないのでこの辺まではでブルーでいけるかなって感じです。で、その毛先には、メタリックモノトーンの10番をオキシ3倍です。オキシを3倍で薄めてます。染料がちょっと濃かったら困るんで MTO 3倍で薄めてます。でバイオレットなんですけど、バイオレットはポイントカラーで、メタリック系とバイオレットって相性がいいので、中にちょっとバイオレットのポイントのカラーを入れたいと思います。で3色ちょっと使って、パパッとこう塗っていきたいなと思います。ちょっと冷たいかもしれない。いろんなカラーが今出てきてると思うんですよね。ミルボンさんもそうだし、いろんなメーカー、本当に今結構こうグレーの色とか綺麗な色出るようなやつ、グレージュの色とか出せるようなカラーがどんどん出てきてると思うんですけど、まあ、僕は変わらずこのスローを使ってます。まあ、理由としては残臭が少ない、残留が少ない、なんかその辺が安全かなっていうのと、あと安定感があるので、もう変わらず浮気しないでこれを今使ってますね。ずっと最近結構ミルボンのカラーとか皆さん使ってると思うんですけど、僕もオルトベーネさんずっと行き、とりあえず行ってますね。ただメーカーによって結構使う色によっては赤みとかはコレストンとか結構むしろ残ってくれるカラーの方がいいので、赤み希望の人とか、まあコレストンさんとかは結構色残りが強いんで結構使います。あとはだいたいグレーカラーとかもほとんど、そうですね、グレーもほぼいけますね。スローで、スローの色ほんといいんで、なんかこのカラー剤の混ぜた時がやっぱ柔らかいんですよね。そこがすごい好きですね。なんかダマになっちゃったりとか、メーカーによってはちょっと粘度が硬かったりとか、ダメージが大きいんではないかなとかいろいろ考えてしまうので、まあ一番使いやすいのはスローかなっていうふうに思っています。で、こんだけロングの場合だったらウェット塗布した方が絶対いいんで、ドライで塗ると、まずドライに塗るってことはどういうことかっていうと、毛髪に空気が、毛髪内部に空気というかね、スポンジだと考えた場合に、やっぱりそれがあることによって薬剤の浸透反発してしまったりとか浸透率が下がるんで、
ウェットの方が絶対ダメージも少ないですし浸透率も早いです。なのであのウェットで塗った方が早いですね。なので絶対ウェットで塗った方があの仕事の効率もいいのでその方がいいと思います。で最近結構このスローのブルーをめっちゃ僕単体で使ってるんですけど、結構日本人のメラニン色素がかなり強い方とかはあのブルーとグリーンとかでいっちゃってもいい場合もあるんですよね。ちょっと物足りないなっていう時もあったりとかするんで、ただ行き過ぎちゃった時青っぽくなっちゃうんでそこは気をつけた方がいいんですけど、結構いけるんですよねそれなりに。で、この三つ襟の部分ですね、三つ襟の部分の、カラーに入るんですけど、三つ襟のところっていうのはこの耳の付け根、上の付け根から反対側の耳の付け根を結んだところですね。そこの、この耳後ろのところに、三角ベースで入れていきます。逆三角ベースで入れていきますね。ここはちょっと回します。ここに、逆三ベースで、ポイントのカラーを入れていきますね。でグレーとバイオレットも相性すごいあのメタリックといいと思うんで、そうしてます。ここに、パネルで入れちゃいますね、このまま。でカラーの失敗しやすいポイントとしてはカットラインが、毛先に行くに従ってそぎが入ってはいるんですけど、根元の方ってそぎ入ってないと思うんで根元の方の量の方が、根元が例えば100本だとしたら毛先が20本だったりとかするわけですね、15本とか。なんで毛先は簡単に塗れるんですけど根元の方がやっぱり結構その浸透しづらいというか量が足りなかったりするんで根元の方をしっかり塗ってあげた方がいいと思います。結構意外と塗れてないことが多かったりとかするんで毛先の量は結構簡単に塗れちゃうんですけどね。なのでその辺気をつけていただいた方がいいと思います。まあ、このバイオレットはもう直接このままいっちゃいますね。で、この辺はコーミング入れて、毛量が多いところはなるべくコーミング入れることによってしっかりカラーが入るようにしていきます。でこのままかぶせます。でもうこれだけですね、ポイントカラーは。なんで多分すごい簡単なカラーです。実際これ今話しながらやってますけど10分もかかんないで塗れます、実際のところだと。はい、今度逆パートを塗るんですけどぐるぐるぐるっとやってこの逆パートを、今度はこちらに逆三角形をまた作って、塗っていきます。これですね。でこの逆三角形にまたバイオレットを入れていきます。これ自宅で自分でやる場合もあのカラーがあれば全然できると思うんで、例えばマニパニとかああいうカラーでも全然できるんで、まあ、一般の方だとそういうやつの方が使いやすいかもしれないですね。それで、耳後ろのところにマニパニのバイオレットをちょっと入れて、もともとブリッジしたベースにですけどそのまま入れていただいたらいいかと思います。カラーだと結構難しいので配合したりとかするのが、やっぱり市販のものだとちょっと対応しきれない可能性があるんで、マニパニとかの色をちょっとこう調合した方が多分一般の方は楽かと思います。はい、でここで、このポイントカラーも終わりですね。であとは
ブルーの方を伸ばしていって、で、コーミングあまり入れるとダメージにつながります。ですので、指で塗っていきます。で、この毛量が根元の方多いって言いましたよね。ですので根元の毛量が多いところは、指でしっかりこう揉んでいくような感じでカラーを塗布していきます。あんまりハケ使うと、なんか余計に毛についちゃったりとかするんで、そんなに使わないで、あと疑問があると思うんですけど、スローのブルーは何トンですかみたいなこともあると思うんですけど、8トンぐらいに上がるんですよね、カラーすると。なので、実はちょっと上がるんですよ、明るさが。なので普通にリフトできます、若干。で、このように、2つの手でこういう風になじまして塗っていきますね。染みてないですかね。大丈夫ですか。はい。一般の方はグラデーションカラーやる場合あると思うんですけど、自宅とかでそういう場合はやっぱり一箇所取ってテストしてみた方がいいと思いますね。ブリーチの部分塗っちゃうともう終わりなので、5ミリぐらいでちょっと毛玉を取って、実際どれぐらいの毛になるのかっていうのを確かめて、で、実際乾かないと色って分かんないんで、ある程度つけて時間を置いたら乾かして確認してからの方が、いいと思います。実際人によって発色の仕方って本当に全然違ったりするんで、美容師さんでも結構難しいんですよね、その色の選定っていうのは。結構明るくなりやすいですね。抜けます、根元ね。これブルーで抜けんだの、これ。落ちてが来ると思う。すごい抜けやすいんだね。そうですね。ね、抜けやすい。すごい。で、今このように、手でですね、何回もしつこく言いますけど、毛量が多いところ、根元の毛が100本だとしたら、100本ってことはないんですけど、毛先が15本だとしたら、根元の方ですね、この辺が一番染まりづらいから、ここをしっかりなじませます。大体多い失敗なのが、乾かしてドライした時に毛量が多いところがちゃんと浸透しきれてないってことが非常に多いんですよね、仕上がってから。なので特に表面のところは何回もですね、手で傷んでしまわないように手で揉んであげて、髪の毛の中の方までしっかり浸透してるか確認をしてください。ビフォーは撮るの忘れた。完全なことやってしまった。やべ、どうなったかわかんない。やべ、ビフォーは撮ってない。もともとさ、毛が、あれなんだね、なんか外人っぽい毛なんだね。日本毛って、なんか細いんですね。細いだけでもさ、なんかあんまりこう明るくならない毛もあるけど、すごい
いいケースしてる。うん、妹も？いや全然髪質違いますね。あ、そうなんだ。妹は結構もっと丈夫です。ちょっと繋がったんだよ。いや本当に。別人なんだ。別人に言う。はい、で今ブルー塗りました。でこの上に、塗っていくんですけど、手袋にブルーがついてると非常に危険なので手は拭きましょう。で、これからブリーチの部分塗っていくんですが、ここにはメタリックのオキシ3倍で溶いたものをつけていきます。はい、こちらですね。ちょっと下の方、見づらいかと思うんですけど、ちょっと下にします。はい、でここを塗っていくんですが、ここはメタリックのオキシ3倍ですね。もうこの辺になったら僕はもうコームとか使わないんで手で塗りますね。もうめんどくさいんで、もうこのまま手でバーシャーっていきます。なるべくブリーチでも傷んでる髪の毛をさらに傷ませる必要ってもうないと思うので、なるべく傷まないようにやっていきたいなっていうのがMT3 倍にした理由としては、 MT 単体だと濃い可能性があるので、ちょっとそうしました。まあ、薄かったらあの根元のブルーそのままコーミングで上に乗っかってくると思うんで、大丈夫ですから。あとメーカーによってちょっとね色の、感じはちょっと違うと思うんですけど、ほとんど手で塗っていくので今結構時間かかってると思うんですけど、こんなのもう10分で塗れちゃうんで、ブリッジさえのベースさえできてれば本当楽なんで、ぜひ皆さんやってみてください。もうこんな感じですね。おにぎり作る的なぐらいの感じでいいと思います。これもいい。塗布量はやっぱりたくさんあった方がいいので、塗布量はちょっと多めにあった方がいいです。この照明の関係でちょっと色が実際の色がちょっと分かんないんですけど、こういう感じで入りました。まあ、仕上がりをちょっと見てください。でカットがあのグラデーションカラーのまずないのが、グラデーションカラーのカットってどうやんのみたいなのは多分ないと思うんですよ、あんまり。でカラーのやり方とかはあるんですけど、グラデーションカラーってじゃあどうやって切ったらいいのかとかっていうのが多分あんまりないと思うんですよね、外国人風のやつが。で簡単な切り方で余計なこと多分しなくていいと思うんですよ。で、外国人風にするポイントが1個あって、それ何なのかっていうのもちょっとやっていきます。はい、多分すぐ終わると思うんで、でまずモデルさんの前髪の長さを決めてもらって